皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアニメランマ2分の1第6話の視聴者の反応を紹介していくわよ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。スーパーペーパーマリオのディメインみたいだな。今回のあらすじは影風か。テンプレ。影みたいな切り絵みたいなの良いな。毎回違う。レパートリー豊富でスタートから見逃せないわら。あらすじ紹介毎回違うんかい。パンダは白黒だからそのままなんか。さて今週も性癖を歪めていただきましょう。アカネショートカットバージョンの OP になってる。でも見慣れてるからなんか落ち着く。OP のショートカットアカネ可愛い。やっぱりショートのアカネが素のアカネって感じするよね。だんだんキャラクター集まってきますな。楽しみ。黒バラ？アヤネルの子立ち楽しみ。肉まん美味しそう。おまけしてもらっちゃった。これがマンさんの人生の得ってやつか。肉まん食べ歩きする女ランマ可愛い。女になるのが悩みだったはずでは。だんだん女ランマ化することに抵抗がなくなってゆく。誰だお前は。アヤネル来たー。子立ち声似てるぞさすアヤネル。包帯の人たちは草。王声優変わっても違和感ないな子立ち。アヤネルすごすぎる。アヤネルの子立ちさん、結構いいな。ランマの服めっちゃいい。米印新体操のリボンは無知ではありません。子立ちの声、独特しくてめっちゃ良い。さすが子立ち変態でもそこら辺は感が鋭いわね。なんでもない感じが良いなぁ、かっこ良い。ランマ。昔は見えても今は見え。ない。ランマのペイは OK でも子立ちのパンチラは NG ってか？セントヘベレケ女学院。ちょうどヘベレケになってるフォロワー。今ヘベレケって言ったよな。聖ヘベレケ女学院、改めて聞くと、なんて名前だ。子立ちみたいなタイプめちゃくちゃ好き。メゾン一国の一ノ瀬さんみたいな人出てきた。子立ちキャラの癖が強すぎておもろい。子立ちが違和感ゼロですごい。うちの学校だった。闇討ち。新体操クラブ全員負傷。みなみちゃんならもう平気よ。ここでストレッチしてるランマ好き。普通にベッドの上にいるのおもろ。は？髪長い子包帯の中に髪入れてたの？格闘新体操。お願いみなみちゃんちが、囲碁サッカーみたいなやつ？ ED みたいな画風。確かにコンボウとかあるけど、打倒しろってやつなんだ。学校自体が格闘に特化してるのかな？なんだかよくわからないけどわかった。格闘新体操ってすごいよね。わらあかねは新体操がねえ。トンチキ競技。あかねちゃん優しい。不安しかねえな。りょうがまだいたのか。B ちゃん。そりゃりょうがに嫉妬もするわ。しっかり名前までつけてる。冷静に考えてりょうがはどういう気持ちでくっついてるの？豚で味しめてやがる。一緒に寝てる意味深。もう豚として生きるのか？大丈夫かよって心配するランマ。大正解。B ちゃんほんと可愛すぎる。げんこつ。B ちゃんに嫉妬するランマ。相変わらずアカネは可愛い。でしょうね。これはひどい。受け取らないとまずいんじゃ。フォームは綺麗だったんだけどな。不器用アカネちゃん。不器用なのも可愛いアカネ。アカネの不器用キャラが。やっぱランマが出るしかないのか。粉砕青の箱のひなちゃん呼ぶしかねえな。不器用アカネちゃん可愛い。ゴリラすぎるだろ。これでよく引き受けようと思ったな。アカネちゃんが世界一可愛い。不器用すぎて泣きながらジタンダ踏んでるアカネちゃん可愛いねー。アカネ、新体操のセンスがない。フープ割れちゃった。なんか言えよ。当たり前のように見バレ草。そうだった、ソウンパパ入浴中だった。お父さんなんか言って。お父さん表情が無。パパさん。無反応なのが草。親父がスルーだったのよくわかってない。両が三条いや親父驚かんのかい。ソウンさん一体どんな気持ちで見てたんだ。テンポ良すぎて面白い。アカネちゃん可愛い。可愛い。ランマをポカポカ殴るアカネがとてもとても可愛い。B ちゃんまっすぐにお風呂に入って、迷わずに道場に戻ってきた両が。お前どっから服持ってきたん？服、天道家のどこかに収納しとるんかい。こいつちょろいな。今週の女ランマは聞き慣れたと女気がする。両がテレテレ。暗記使い、は別にいた。武器の扱いは慣れてるよな。みんなの可愛いが止まらない。アカネちゃんの入浴シーン。アカネちゃんのお風呂シーンかわいすんぎ。これは今の方に一票。明らかに嫉妬してて可愛いねランマ。また豚になってる。こいつもすっかり豚化に抵抗なくしちまって。服はどうしたの？ B ちゃんほんま可愛いな。アカネさんに抱きしめてもらいながら眠らないといけないのでな。豚の境遇を満喫してるな。ぴょんぴょん跳ねる P ちゃん可愛い。不審者すぎる。両が、P ちゃんをうまく使いこなしているよな。そういう道場破り。おまわりさんこいつです。街中で黒レオタードの子立ち。あやねるとても合ってる。闇討ちは卑怯じゃないのか？黒バラを手に持って加えるところとか細かい。誤解とかではなくマジで闇討ちしてるという。背景に昭和の戦闘帰りが。今見ると、ランマって結構やきもち焼きなんだな。かわいい。モブキャラの懸念な顔が好きです。夜に寒くないのかな？レオタードで闇討ちをするどう見ても不審者。
黒バラの出し方マジックで笑った。いやー子たちはやっぱ普通に不審者だな。さすがあの親と兄にしてこの妹よな。部屋に入っているのはさすがに不審者すぎるだろ。子たちって苦悩の妹なの？ネタバレ食らった知ってたけど。アルソックかな？覚悟じゃねえよ。不法侵入来ちゃー。天井に人いるのがやっぱり一番怖い説。スパイダーマ。ホラーだ。不法侵入だ。器物損壊罪。不審な身体装具が。吉田沙織がリアルでやっちゃったからラグ表現じゃなくなっちゃったやつ。正々堂々とは。闇討ちなんだよな。怪我どころじゃ済まないのでは。正々堂々と言いつつハンマー使うやつ。小立ち、人の部屋で本当に迷惑すぎるわわら。小立ちのお声いいな。逆にこんなの他にいたら嫌やろ。それを闇討ちって言うんだよ。格闘身体操よりは有利な気がする。はい、今日の広島戦試合前から気合い入れます。小立ちも普通に美人よな。茜の部屋が。部屋ぐちゃぐちゃすぎる。茜の部屋が荒らされる。茜の部屋毎回破壊されすぎでは。道具使わない方が強い。いい太ももだ。黒バラさん、ハイレグすぎんか。片付けめんどくせえ。散らかして帰った。部屋がぐちゃぐちゃ。黒バラ巻き散らして迷惑やな。弁償しろ。誰が部屋片付けると思ってんののセリフ好きすぎる。息をするようにやべえ女からのお約束落ち。部屋がめちゃくちゃだ。訴えれば勝てそう。こう見ると茜の部屋広いよな。半分はランマとピーちゃんのせい。天童はね、良い新カットだ。安定のお姉ちゃんズ。お、兄折でかすみとなびきが出た。あ、豚？クワーン。聖ヘベレケ女学院の校名のインパクト。地雷踏んだランマ。ランマ優しいから助けちゃう。かっこいい。根は優しいからなランマはな。うほっていい男。誰だてめえ。小立ちビジョンわらわらわら。小立ちの恋愛フィルターどうなってんの？早乙女を美化しとる。小立ち目線が凄まじい。ランマに惚れる小立ち。ぼっちゃないが。小立ちがランマに惚れる瞬間である。まあ顔は良いよね。小立ちほんまにおもろい顔。こえー。小立ち、ランマに惚れた。ベルバラっぽい絵に見えたのは私の目がおかしいから？わらわら。変なのに惚れられたな。小立ちフィルターすげえな。黒バラ、いっぱい持っているんだ。どこから出てきたそのバラ？しびれ薬。花束にしびれ薬を仕掛けているんだ。しびれ薬。ファーストコンタクトこれでいいの？しびれ薬仕事が早い笑い。こえー。おまわりさん、この人です。ぐぬぬ。気に入った男にも手段は選ばないのか。身体能力がおかしい。ほぼ知女やんけ。あかねちゃんや気持ちかわいい。ここまで犯罪しかしてないな小立ち。ランマのファーストキスを守ったあかねちゃん。小立ちやることなすことすべておもろい。接吻は早すぎるだろ。あかねちゃんナイス。今期のアヤネルは主人公の唇奪う系なんだな。豚を抱いて寝る女。あ、ベッドは壊れたままなんだ。あかねちゃん床に寝てる。お乳のチャイナ服じゃんね。朝なのに闇討ち。はい。苦手感に騎士感。苦悩ちゃーん。苦悩先輩は赤バラ抱えてきた。変態がまた来たぞ。朝倉南と天童茜の新体操対決。ない。変態ケイマイ揃ったわら。苦悩ケイマイ来た。もうやだこのケイマイ。よしじゃないが。ランマは苦悩縦脇に、そしてランマは苦悩小立ちに。苦悩ケイマイにモテモテだね。ランマ様。赤バラと黒バラが出会うんだ。頭のおかしい闇妹とわらわらわら。全門の変態、肛門の変態。変態サンドイッチ。許された花の刑事役。なんであんたが許可するんだ。次から次へとキャラが渋滞。まあ一応そうだしな。情けないランマも可愛い。三角関係だって。すっかり茜を許嫁って認めてるのがいいのよ。血は喧嘩。許嫁がいるんだのところのランマが可愛い。茜ちゃんの後ろに隠れるランマくん情けなさすぎる可愛いね。ガヤもっと増やしていいぞ。ある意味、負けられない戦いが始まる。苦悩？ケイマイで迷惑かけるなよ。小立ちも無限にできないランマ優しすぎる。この手の勝負、加藤が負けようが相手の意思無視して話を進めてるよな。季節が夏から冬に変わってたのね。小立ちのセーラー服の下、寒そう。既視感あるわなわらわら。兄妹と揃ってとんでもない人たちなんよ。わら、そういうことだぞ。ランマは兄に、ランマは妹にロックオンされてる。難儀してるなぁ。似てると思ったらまさかの。は？黒バラの小立ちって苦悩先輩の妹なの？意味のない逆説。苦悩は兄妹が関わっているという地獄絵図のような恋愛模様。ここで小立ちは苦悩先輩の妹という事実を知る。ボロクソ。兄目線で良いとこない。相変わらずフォローになってない。倫理観ぶっ壊れケイマイ。ちょえ？妹なん？ほんと、そっくり。とんでもない迷惑ケイマイ顔は良いだな。兄からもボロクソ言われてる。なんか微妙にものになっている。苦悩は兄妹の変態度に磨きがかかってて大草原なのよ。苦悩兄、妹の良いところ一つもないじゃねえか。顔立ちとか、バラ持って歩いてるとことかね、そっくり。
こうやって二人でコミュニケーション取ってたんだな。令和の日高のりこさんすごいな。タッチのみなみちゃんだぜ。形になってきたな。また迷ってたな。Pちゃん割と頑張って戻ってきてる。途中で豚になった場合荷物どうなるんや。もみじまんじゅうに生八つ橋。修学旅行かな。西日本の方を回ってたのか。さまよってた Pちゃん。米印良賀くんです。良賀の3日ってめっちゃ頑張ったんだな。ああ。東風先生ならすぐ直しそう。赤根選手、負傷。どっちも痛そう。あちゃあ。効果音に懐かしさを感じる。新体操やってる女の子が足をひねったのでこのアニメは青の箱。東風先生なら秒で直してくれるやろ。おったぜ。全体的に動きがいいな。女の子いた。まあランマしかおらんわ。ランマレオタード確定。キロ。あかねちゃんのパステルカラーなお洋服、かわいいですね。Pちゃんと徹夜で特訓。早く女ランマのレオタードをください。捻挫を的確に手当てできる、かすみさんすごいんだよな。スタイルが良くて格闘できる女の子、ランマ。いい終わり方、令和良が良さが増してる。小立ちの声に合ってるさすが、桜彩音さん。良が普通に家出入りしてるのやばない？女ランマのレオタードが見れそうやったぜ、ED。このあたりから格闘要素増し増しでますます面白くなるんだよな。ここで終わりか。やはりテンポが良いね。格闘新体操界面白かった。アーライバル格闘家と武器アイテムが増えるかワクワクする。杉田とアヤネルが兄妹役なのちょっとおもろい。小立ちさんがまんましまずサエコさんが演じてたのそっくり。アヤネルすごい。今週も良かった。小立ちインパクト。Pちゃんがアカネちゃんに撫でられて笑顔なの。中身量がくんなんだなぁと思うと可愛さ倍増すぎて。小立ちの声も違和感ない。本当に毎週楽しみすぎて仕方ない。小立ちがより気持ち悪かった。すごい回だった。アヤネルすげえな。島津さんの加減もすごかったんだな。ねえ原作ゼイサー令和の時代に、こんなにも原作に忠実なアニメあるか？しかも、声優とかヤバすぎやろ。今日も早かったな。毎週見てるのが楽しいです。来週の試合も楽しみ。めちゃテンポいい子たちフィルターのランマ別人すぎて笑った。今の時点でもだいぶイカれてるメンツ揃ってんのに、シャンプームースーちゃんが控えてるの怖い。子たち少し大人っぽい感じだったけど、違和感なくてよかった。子たちだー、子たち大好きなんだ。様子のおかしい美女よき。今回の苦悩兄弟もいいぞ、わら。しかし格闘新体操って冷静になるとマジ野蛮。いや、そんなこと言ったらランマに出てくる格闘競技全部そうだけど、わら。白馬のランマ様、提供なし提供バック。杉田智和と桜彩音の変態系舞、生態の組み合わせが強い。子たち、何もしなければ普通に美人だし声も喋り方も品のいいお嬢様なんだが、苦悩先輩もそうなんだよな。似たものにも程がある系舞、今回は半分以上爆笑してた。今回の動画はここまでよ。これからも私たちの今期厳選アニメの視聴者の反応を紹介していくから、チャンネル登録して待っていてくれると嬉しいぜ。高評価とコメントも待っているわよ。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。